この時間はゲストの方と中継を結んでお話を伺います。内藤証券リサーチアナリストの大部由紀子さんです。大部さん、こんにちは。こんにちは、どうぞよろしくお願いいたします。今日の日経平均現在380円を超す下げとなっておりますが、どうご覧になってますか？そうですね、まあ、10月以降ほとんどレンジ内の推移ではありますけれども、やはり、まあ、アメリカがトランプトレードということでちょっと強含む中でも、日本は円安でも輸出株が伸びず、ちょっと決算にもばらつきがあるというような状況でしたので、少し上値の重い状態が続いているのかなと思います。はい、それでは今週のお話をお願いいたします。やはり決算でしょうか？はい、そうですね、やはり3月期12月期の決算が出揃いましたので、この、まあ、全体のまとめについてお話ししようと思います。はい、お願いします。はい、まずこの決算発表があった時期がというのは、ちょうど非常にイベントが集中した時期でもありまして、はい、こちら日経平均株の冷やしチャートですけれども、9月の、決算発表があったのが大体10月の、まあ、アメリカですと中旬ぐらいから、そして日本ですと、まあ、下旬ぐらいからの発表ということになりましたけれども、その間日経平均株価につきましては、ほとんどレンジ内で方向感があまり見られないような状況となっていました。そうでしたね。ただ、はい、ただこの期間というのは決算発表がある上に、まあ、10月の27日は日本の衆院選がありましたし、11月の5日にはアメリカの大統領選があるということで、非常に大きなイベントがあった中でも、まあ、全体としては比較的落ち着いた動きであったということが言えるかと思います。はいはい、またもう一つですけれども、ちょうど東証が11月5日からもう決算発表の山場の時期に取引時間を30分延長いたしました。はい、そうでした。で、はい、そのことでちょっと企業の決算の開示の時刻がいろいろと、まあ、ずれ込んだりとか、そういうのが散見されたようです。特に従来ですと大引けの15時に開示していた企業がいろいろ非常に多くありますけれども、この取引時間が30分延長されたことで、従来通り15時、まだ取引時間の最中にそのまま開示する企業と、従来よりも30分遅らせて大引け後の15時30分に開示する場合というのが見られましたので、この開示内容を織り込むタイミングが今までとちょっと違ったとか、何時の予定だったのになんか決算発表が出てこなかったとか、はいはい、そういったものがよく見られたようなこの決算シーズンであったと思います。まあ、初めてですからね、やっぱり不慣れなところは結構投資家の皆さんもあったかもしれませんし、企業側にもあったんでしょうかね。そうですね、なのでこれから先はやはり立ち会い順決算発表などを出してくる企業も増えてくるだろうと思われますので、はい、次の決算シーズンにはやはり何時頃に発表されるのかというところまで、ちょっと企業の方には予定をきちんと出していただきたいなというところがありますね。そうですね、はいはい、そして、まあ、こちらドル円の冷やしチャートになりますけれども、この今回発表された9月までの決算期、ちょうど7月から9月にかけて大幅に円高になったところでした。ですのでこの為替影響を非常に受けやすい企業ですと、この今回の決算発表で業績の修正が大きく入るという傾向が見られました。はい、そしてまた足元円安方向になっていますので、じゃあ前提をどうしたものかというのは、ちょっとなかなか計画を立てる上でも悩ましいところがあったのではないかなというようなところも見られたと思います。そうですね、やっぱり為替がこれ10円、はい、20円違うとだいぶ違いますもんね。そうですね、だいたい平均では145円ぐらいということで、はい、鳴らせば確かに平均ではあるんですけれども、じゃあヘッジしたタイミングがどうだったのかですとか、ヘッジ手段がどうだったのか、あと金利も結構動いてきてますので、はい、そして金利、そして為替ヘッジのコスト、そういったものが大きく響いている企業というのも出てきているようです。そしてまあ日米中の推移ですけれども、9月の末に国慶節の大型連休前に大幅に上昇した中国株は、その後調整入れながらも、まあ、比較的高い水準を維持しているという形です。そして11月に入ってトランプトレードで
一段高になった米国株は、まあ、足元ではちょっと調整と。そうすると日本株はちょっと出遅れているというか関心が薄くなっている、そういったような環境になっているのかと思います。そして決算の集計にの方に入っていきますけれども、はい、こちらは25年3月企業の第一四半期は前期の第一四半期同士、そして上期は前期の上期との比較、そして計画は今期の期末の段階で前期比のプラスマイナスの伸び率を示しています。全体としましては経常利益、当期利益、今年は前期よりも減益になるという見通しになっています。ただ現在は進捗率としては 50% を超えておおむね計画通りの進捗という形にはなっておりますが、うん、特に注目するところがあるとすると、この第二四半期同士を比べた場合の営業利益と経常利益、非常に伸びが鈍い。特に経常利益についてはほとんど前期と変わらず、かなり低い水準にとどまっているというところがあるかと思います。そしてこちらは純利益の部分だけ業種別にまとめたものになります。業種別の当期利益の伸び率ですので、やはりソフトバンクのグループの影響が大きい情報通信が大幅に伸びておりますが、はい、その他業種別で非常に目立つのが海運と、あと非鉄金属ということになろうかと思います。海運につきましては、やはりコンテナ運賃が7月ぐらいにかけて大幅に上昇しましたので、その影響で上期の業績が上振れたということが挙げられます。そしてカファセも第2四半期には円高になりましたけれども、やや円安に戻ってきたということで、これから先もプラスに売れる可能性があるというような見立てもあります、はい、一方で非鉄金属ですけれども、こちらはやはり強かったのが電線関係ですね。 AI 関連のデータセンター投資で通信機器、特に光ケーブルですとか光コネクタ関係、それにまた電力需要が非常に大きいということで、電力インフラを引き直す、そういった需要が集中したことで、まあ、富士倉ですかとか住友電工、そして古川電工、このあたりが非常に伸びたというところが挙げられます。今回目立ちましたよね、このあたりの決算をね、はいはい、そして、まあ、逆に減益となっている方ですが、輸送用機器や精密機器、特に輸送用機器につきましては自動車関係、やはり認証不正の影響で生産停止があったり、また為替の影響で見通しが修正されたりということが挙げられました。そしてこの第二四半期の時点で当期利益を上方修正した会社は274社、下方修正した会社は145社ということで、現状では従来の見通しから上方修正する企業の方が多く見られました、うん、はい、そして12月期決算の方ですけれども、はい、こちらもそれぞれに出していますが、この第3四半期になって経常利益、当期利益が前期の第3四半期に比べて減益になっている、ちょっと足元が弱いというのが気がかりなところとなっています、うん、そして業種別の当期利益の前期比伸び率を出しておりますが、どちらかというとこちらの方がこの第3四半期の決算の時に上方修正した会社と下方修正した会社の数をちょっと比べてみますと、こちらは第半四半期まで来て下方修正する会社の方が多くなっているというのが特徴かと思います。そうですね、うん、はい、ですので特に市況影響を受けやすい企業、特に為替の影響を受けやすい企業、そういったところを中心に、まあ、当期利益を下方修正する動きが見られています、うん、あともう一つ特徴を挙げるとしますと、たまに営業利益を下方修正しているけれども純利益は据え置き、もしくは上方修正というような会社が見られます、はいはい、まあ、例えばですけれども1662の石油資源開発、こちらは経常利益が下方修正されていますけれども、
投資有価証券の売却益で、まあ、純利益は増益、そして配当も増という形にしています。4205の日本ゼオンなども、まあ、やはり営業利益が下方修正でする一方で、有価証券の売却益で配当を引き上げ、純利益もプラスという形になっています。あと神戸製鋼なども営業利益マイナスですけれども、うん、土地の譲渡益などで純利益は据え置きというような動きが見られます。ですので今期の通期の利益もしくは配当が増額されているといった企業でも、その内訳をちょっと見てみると、本業の営業利益が伸びていない、もしくはちょっとマイナスに触れている、そういったものがあるのは注意しておきたいところだと思います。はいはい。そして自社株買いが引き続き非常に活発で、今年はもう過去最高ペースをどんどん引き離して大幅に伸びています。非常に多いですよね、はい。これが、まあ、いつまで続くのかというのはありますけれども、うん、この自社株買いで結構株価が支えていられている企業というのもあると思いますので、そういったところも、まあ、株主還元としてプラスではありますけれども、うん、長期的な成長を考えていく面では本当に資本効率の改善につながっていってるのかとか、そういったところは、まあ、少し精査する必要が出てくるタイミングなのではないかなというふうに考えております。そしてまあ今後の注目点ですけれども、はい、やはりアメリカの大統領、まあ、トランプ前大統領が勝利ということで政権交代になっていきますし、まあ、おそらくトリプルレッドになっていくということですので、うん、これから先アメリカの政策がどうなっていくのか、それに対して少数与党で石破総理はどう対応していくのか、うん、そして地政学リスク、ちょっと自分なら戦争を止められるというふうに豪語していた方ですので、トランプさんになって一体どうなっていくのか、うん、それも本当にね、確かにできるかとかね、うん、まあ、確かに少しプレイヤーが変わってくるので変化は出てくるところだとは思いますが、先行きが読めなさすぎるというのはやはりネガティブな要因ですね。そうですよね。投資家心理としてはやっぱりちょっと慎重にならざるを得ない要素が多々ありますね。はい、ですね。あとはもう、まあ、小さな要因ですけれども、うん、内側に目を向けるならアメリカの感謝祭から年末商戦に向かっていきますので、はい、ここで個人消費の勢いが続くかどうか、そういったところも金利の先行きと合わせて注目されていくと思います。いよいよブラックフライデーも近づいてますね。はい、そうですね。はい、大部さん、よくわかりました。どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。